おいしそう。めっちゃいい香りですね。どうも、食の贅沢です。今回は唐揚げを作っていこうと思うんですけれども、特に今回は簡単にスパイシーにやっていきたいと思います。でスーパーで簡単に買えるあのパウダースパイス、これを使ったシリーズを前回インドカレータンドリーチキンってやってきたんですけれども、まあ、3回目何にしようかなってこう考えてた時にやっぱり唐揚げかなと思った次第なので、今回は唐揚げをスパイシーに仕上げていきたいと思います。といっても全然すごい簡単で、もう見てすぐやって、で香り高い一品ができるようにっていうので、今回はスパイシー唐揚げをやっていきたいと思います。では早速スパイシー唐揚げを作っていきます。ではまず最初、鶏もも肉を一口大に切っていきます。とで今回はどちらかというと、コンビニで売ってるスパイシーチキンっていうよりは、スパイスの香りがダイレクトに来るような素敵な唐揚げを作っていこうと思うので、なんか素敵っていう表現微妙ですね。スパイスらしい唐揚げが作れるので、ぜひ試してみてください。しかも簡単なので。ではここに醤油、鶏ガラスープの素、あとニンニクチューブと生姜チューブ。はい、では次はメインのこちら、コリアンダー、ガラムマサラ、ナツメグ、これを入れていきます。で、あと肉を柔らかくするために料理酒、あとは塩で味を整えて、それでこれをかき混ぜていきます。で今回もまたスーパーのスパイスコーナーで売ってるスパイスで簡単にできて、でこの香りやばいわもう絶対美味しいだろうっていう未来予想図が見えるので、ちなみに僕は未来予想図1の方が好きです。ぜひ試してみてください。ではこれをラップして、で冷蔵庫で30分ほど寝かせていきます。あ、ちなみにちょっと忘れてたんですけれども、よ、今回辛みの調節はブラックペッパーで行うようにしましょう。では唐揚げを揚げていきます。ではここに片栗粉をたっぷりつけた唐揚げを揚げていきます。よっ、ではひっくり返してみます。おー、いいね、スパイスの匂いがすごい美味しそう。今キッチン中がいい香りで充満してますではこれを揚げていきます。めっちゃいい香りですね。はい、いい感じにできました。じゃあ早速味見してみましょう。ということでいただきますなんか噛んだ瞬間から始まってる。これはうまい。うわ、すっげえ、お店の味です。もう完全にお店の味です一回言った本当に一段階レベルを上げて、いいお店で出てくる唐揚げ、すっげーうまいです。というわけで今回は簡単にスパイシー唐揚げを紹介したんですけれども、スパイシーチキンのガツンってくるっていう感じよりは、口いっぱいに香りが広がって高級感あるような、なんか香り高いスパイシーさというか、表現が難しいんですけど、かなりおすすめのレシピになりましたので、ぜひ試してみてください。ではさらにここにレモンを絞らせていただきます。うわー、美味しそう、かなり美味しそうですね。では味見してみます。ではたっぷりレモンいただきますレモンすっげーやピリリっていうよりはブワってくるような感じなので、ぜひ本当に作ってみてください。で、あと作ってすごい美味しかったら、ぜひあのシェアの方もよろしくお願いいたします。ということで、ではまた音鳴らなかったね